自分自身でやりたいことが見つけれるようになります。毎度スルメニーさんです。今回はですね、やりたい仕事が見つからない、見つけ方、その方法とはってことで話していこうと思います。やりたい仕事がある人って羨ましいなって思ったことないですか？俺もやりたいことができればもっと頑張れるのにとか、そんな風に考えたことないですか？私はあります。過去にずっと考えた時期がありました。でも大丈夫です。この動画を最後まで見ることによって自分自身でやりたいことが見つけれるようになります。このチャンネルでは、思考から人生は好転するっていうテーマのもと毎日動画を配信しています。数ある動画に埋もれてしまう前に、今のうちにチャンネル登録しておいてください。それでは話戻します。一つ前提として、最初に知っておかないといけないことがあります。それは、あなた自身の中に今やりたいことがあるかどうかすらわからないっていうのが、そもそもの前提としてあります。さらに、今この世にあなたがやりたい仕事すら誕生していない可能性だってあるわけなんです。ここすごく大切なポイントです。でもこれってもう当然のことで、世の中にはもう数えきれないぐらいの職種の仕事があって、しかもその職種って日々増えてるわけなんですよね。私が生まれた時なんか、もうそもそも YouTuber とかって当然のように存在してなかったし、もう SNS を使ったインフルエンサーとか、こういった仕事ももともとなかった仕事が今もこう日々増えていってるわけなんですよね。そうなった時に、あなたがまだ出会ったことがない職種の可能性だってあるし、まだそもそも存在しない会社の可能性ももう十分あるからなんですね。ちなみに私の場合は、まだこの世に存在していない会社でした。でしたっていうのは、まあこれから作ろうとしてるからなんですけど、まあ僕とは関係ないんで話を戻します。ではどうすればいいのか。ここからはホワイトボードの方がわかりやすいので、こっちで説明していきます。ここで一つすごく重要になってくるのが、やりたいことを見つけたら頑張ろうとか、いつか出会うはずだって言って何もしていないのであれば、確実に言えることは、間違いなく見つかることはありません。これ大前提です。で、これどういうことかっていうと、やりたい仕事が今現段階でなかったとしても、興味があるっていうジャンルの仕事、これはあると思うんですよね。例えば、人によっては営業やってみたいなとか、人によっては海に関わるような仕事をしてみたいなとか、人によっては何かを作ることが大好きだとか、みんなそれぞれこう興味があるジャンルってあると思うんですよね。で、例えばです、私営業にはもともと興味があったわけなんですよね。じゃあ営業っていう仕事が一つ山としてあった時に、やる前の自分ってじゃあどこにいるのか。ここにいるわけなんですよね、まあ、こんな感じで、まあ営業っていう山があったとしましょう。じゃあ興味がある、自分が一番興味がそそられるジャンルをまずはスタートとしてやってみる。これ絶対しないと次のステップには進んでいかないんです。これなんでかっていうと、これ絵ですごく多分分かりやすいと思うんですけど、まず人はやりだした時にこの山を登り出すわけなんですね。でもここで大事なのは、この営業っていうものを一度登り詰めるっていうのがすごく大事になってくるんですよ。なんでかっていうと、この営業をある程度自分の中で極めたからこそ、やった結果自分に対してこうフィードバックが返ってくるんですよね。あ、自分は営業結構好きだなと、でもなんか違うなっていう部分、例えばこの営業って仕事は自分自身には 50% 合ってたなみたいな、でも残りの 50% は何か違う、なんか営業やりながらなんか人に教えることってなんか好きだなみたいな形でね、ここの仕事をやることに通して出会うことっていうのがあるんですよね。私の場合はこの営業をやったことによって、じゃあ営業で関わった人に教えていく、後輩に何かを教えていくって行為が自分の中ではすごく居心地が良かったんです。だからこそこれが登った時に次に見えた山っていうのがあったんですね。これがコンサルタントっていう仕事でした。じゃあ営業のことも教えれるし、人に対して教える、それが専門のコンサルタントっていうものが初めてここで私知ることができたんです。それは何でかというと、この営業っていう山に登ったからなんですよね。じゃあ登ったからこそ見えてきたこの次のコンサルっていうもの、じゃあ次私このコンサル登ります、じゃあまたフィードバックが返ってくるわけなんです。コンサルタントって仕事すごく楽しいな、人の役に立てるなって思って、まあ、自分の中では、あ、80% ぐらい自分の中ではなんか合ってんなみたいな感じね。じゃあここまで登った時に、じゃあそのコンサルタントの中でもこういった人たちの助けをしたいなとか言って、例えば別のコンサルの山が出てきたりとかするわけなんですよね。
じゃあこんな感じでもう一度も登ると、じゃあ今回は 90% ぐらいまで来たなとかって形で、どん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 こうやりたいなって思った仕事に対してやっていくからこそ、こうやって徐々に徐々に自分の本当にやりたかったことっていうのが見えてきたりするんです。でも見つからない人は一生見つかりません。これなんでかっていうと、一生ここにいるからなんですよね。これどういう人かっていうと、自分が興味がある、やってみたいジャンルがあるのにもかかわらず、そういったことを何もチャレンジせずにずっとここにいる人。じゃあここにいる段階で、この先にあるここの人見えるわけないんですよね。当然ですよね。ここで営業っていうものを経験したからこそ、あ、人に教えるのが好きだなって気づいたからこそこの山に登って、でさらにこの山を登ったら、こういった教えることの中でもこういったことを教える人の方が自分的にはすごくしっくりくると思ったからこそ、こういった山を新たに登ってるわけで、じゃあこの人とこの人って何が違うの？極論、これはこの山って少なからずやってきてる人って登ってるんですよね。でもこの人何も登ってないんですよ。単純に登ったこの高さがあればあるほど自分自身の実力が積み重なっていってるわけなんです。私自身はここの実力もついて、ここの実力もついて、今ここの実力もついてきてるわけなんですよね。じゃあそういった形で、じゃあこの YouTube とかっていうのも今撮影してますけど、この YouTube も一つの言ってしまえば山なんですよ。じゃあ YouTube 何でもこうやって毎日続けれてるかって言ったら、こうやって喋ることっていうのがすごく好きなんですよ。だから動画撮影に対して何のストレスもなくこうやってトークがすることができてるわけなんですよね。だからこそこんな感じで常に自分がやりたいことを本当に見つけたいのであれば、こんな感じで常に興味があることに対してどん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 やっていくしかないってことなんです。実際こうやって簡潔に書きましたけど、私他にもいろんな山がありました。例えば営業の中でも車の販売であったり、保険金融商品であったり、家の販売で、他にもいろんなことを販売してきました。太陽光とか、そういった数々のこういろんな山を実際僕登ってきてるわけなんですよ。でその都度その都度自分自身はこういった実力が身についてきてる。そしていろんなこうやって人生経験を踏む中で、あ、自分が本当にやりたいことってこれなんだっていう気づくタイミングが、この山を登れば登るほどしっかりと明確に見えてくるっていうわけなんです。だから最初に言ったやりたいことが見つかったら頑張れるのにって思ってるうちは一生見つかりません。ここにいるからですよね。だから本当にやりたいことを見つけたいのであれば、こういった形で自分の興味のあるジャンル、とにかく登る、とにかくやる。で、やって下山したら何の結果もつながらなくて、結構こういう人います。これ注意ポイントで、ちょっとやってみるんだけどここを登りきる前にやめちゃう人、これもう多くの人ここです。登りきるっていうことができないんですよ。なんか途中ですぐ諦めちゃう人ですね。でもそれをやってる人は本当、だってここの段階でもまだこんなとこ見えないんですよね。だってこの山の先にあるんで。ということはですよ、ここまで見たあなたはあとやること何かっていうと、答えは一つです。自分が興味のあるジャンルをとにかくがむしゃらにやる、もうここしかないんです。本当にやりたいことを見つけたいのであれば、で私は本当にこれやりたいって心から思ったものっていうのが一つあって、でもまだ今それやってないんですよね。それなんでやってないのかっていうと、当然人によっていろんな夢ありますよね。こんなことやりたい、こんなことやりたい、でも何が必要かって、お金と時間が必要なんです。大きなことになればなるほど。だからこそそれを実力として高めていくために、一つの過程として YouTube も今やってるよっていうのが、この今現段階のポイントになってくるんですよね。っていう感じでね、今日はやりたいことの見つけ方っていう話をしたんですけど、まあ、人によってはねいろんな気づきもあったと思います。なので最後ぜひね、この動画見てよかったなって思ったらグッドボタンとかしてくれたら嬉しいです。って感じでね、今日はこれで終わると思います。それではまた明日。どうも。